行きましょう。じゃあもう一回タイトルコールしますね。ウイニングポスト8、俺の馬がこんなに強いわけがない。13日目の放送ね、始めていきたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。今日は、ね、延長の方バンバンしていくと思うんでね。はい、行きましょう。よし、できました、できました。加速んで、加速はまだだよ。ちょっと今日は1月からだから、結構だいぶ時間かかっちゃうかもしれないけどね。俺の馬並息子、そうね、プレス3のゲームですよ。監督もゴールデンウィーク、ドバイ勝ちたいですね。監督0.5秒、ゴールデンウィークありますよ、私もね、ドバイ勝ちましょう。そうですね、頼みますね。8時前には気をつけてください。ワークワークオーツオーツ監督ちゃんということで、121番さんいらっしゃいませ。配信用の PC どころか家があるんですね。そうですね、配信用に家が一応使ってます。家の方ね、今日命名式絶対ありますよ。命名式は絶対ある。和骨っす、卑猥な馬誕生かということで、サモハンさんいらっしゃいませ。今日は元気ですね。今はね、ちょっとクラシックに関しては目指せそうな馬はいませんね。そうですね、3時間ぐらいですかね。2時間か3時間ぐらいじゃないかな。まあでもね、今ね、強い馬がそんなに、一頭、この乳首ペロペロっていうね、馬がいるんですよね。こちらの馬、欧州ボバスマイル3冠、ね、BC マイル、香港マイル、マイルチャンピオンシップ、こちらを制覇したね、この馬がですね、まあ今回の、なんだろうな、今年の一番の見どころかな。なかなか楽しみですね。飯食ってこようかなということで、行くんですか？いや、だから稼ぎましょう皆さんね。稼げば稼ぐほどね、いっぱい遊びますからね。頑張って仕事の方してみてください。まあ私もね、本当はもう少し違うことにお金使えばよかったかなとか思ったりもするんですが、いや、つけたことあるんですよ、うちのリスナーさんね。だけど結局ね、そういう馬たちは弱いんですよ。わからない、まだわかんない、まだアップデーの方ね、試したないんでね。一応アップデーはしたんですが、これからどうなるんですかね。初見一口バグ丸主ということで、一口丸主さん、小手反応を残しただけありがとうございます。感動はそっち系の仕事。何そっち系って、どういうことだろう。まあ次の週に行きましょう、多分大丈夫でしょう。行きます。見た見た、みんな、えらいこっちゃえらいこっちゃ、見た、みんな見た、今見た。金玉さん、こんにちは。今日は金玉さんに耳寄りなお話を持ってきたんだ。見た見た、コミュニティさんからありがとうございますね。お正月だからだ。いや、見た、すごかったね。ねえ、みんな G1 レースに勝って、なんかいろいろ言ってますけどね。そうそう、振り袖いいね。あ、違う違う、なんか一頭買っていいらしいよ。やばい、買うことになっちゃった。かわいい、失神そうだった。何これ、すごい、金のお守り大量だ。あ、これあれだ、アップデーしたからだ。なるほど、これがついたんだね。ちょ、有名な馬が多分いっぱいいるんでしょうけど、私着物がない。わかったわかった、帰れないよ。見た、本当によかった、買えませんね、すいません。ということで164番さんいらっしゃいませ。見たいね、金のお守りもうないんで、1枚しかないんでちょっと買えないね。残念。3枚とか5枚とかいるからしょうがない。あ、そうなんだ、というか金しか買えないということで、168番さんいらっしゃいませ。無念ですね、しょうがない。あ、12位の方にランクインさせていただきありがとうございます。さて、では行きましょう。多分これでもう少し進めればいいんですよね、普通にね。あれ、普通の格好になった、普通の格好になった。ちょっと一瞬だった、あの瞬間しか見れないの。監督こんばんはということで、あんちゃんさんいらっしゃいませ。あの瞬間だけらしいですよ、1月1日だけ。マジか、レアなんですね、あれね。レアでした。ということで、和骨ということで、183番さんいらっしゃいませ。あんちゃんさんもいらっしゃいませ。また来年なんですね。あ、キム・ジョン・ウニだ。キム・ジョン・ウニだ。水着もあるのかもしれないよ。キム・ジョン・ウニだが出てきたよ。いいと、できるといいね。ということで、191番さんいらっしゃいませ。いいね、夏祭りの時もだって。夏祭りの時は、リッダ真嗣でしたっけ、何でしたっけ、あの夏祭りの曲流したいですけどね。そんなこと言わないでよ。
よし、じゃあ次行くぞ。行きましょう。キム・ジョンウンにだの。わらわら。大磯ロングビーチ。怒り神じゃないよ。なんだ、なんとか神事じゃなかったっけ、忘れちゃったな。あの、夏祭りの曲ですよ。有名じゃないですか。皆さん好きでしょ、あの曲。山菜シンバ、キム・ジョンウンにだ。エビナさんね、一番人気ということで。谷村新司じゃないよ。また差しですよ。まあ、レースの方見ましょう。ホワイトベリー、あ、ジッタリンジン。イベントっていうのあるの？マジか、見逃しちゃった。ということで、199番さんいらっしゃいませ。ホワイトベリーか。ジッタリンジンかな。ということで、199番さんいらっしゃいませ。いや、ジッタリンジンか。ジッタリンジンって言うんだ、あれ。じゃあ、北島三郎の祭りじゃないよ。祭りだ、祭りだじゃないですよ。行きましょう。さて、京都、日曜5レース、芝 1600m、晴れ、両馬場。あ、そうなんだ。京都競馬場、マジか。それやらないといけなかったな。しまったな。まあ、次でいいでしょう。うん。ジッタリンジン。どんな教室だったっけ。監督実況了解。そうだ、始まりました。キム・ジョン・ウンにだ、それが私たちの牧場の馬だ。白と赤のね、ストライプ、それが私たちの勝負服。緑の帽子、ご覧いただけるでしょうか。中段からですね、後ろらへんに、今ね、後方から前方にかけてですね、馬群の方は一体となっております。大体ですね、今差し位置としては、絶妙な位置にいるんじゃないでしょうか。前の方は今、そうですね、黒い馬とですね、そして白い馬が、走っております。どうやらハイペース、これは差し追い込みに有利だ。さて、 800m を超えた 3コーナーから4コーナーにかけて、今位置はどこなんだ、内枠に入ってきました。来ました、直線の方に入りました。キム・ジョンウンにだ、キム・ジョンウンにだ。今位置はどこだ、これは届くのか。あと残りは 100m を切ろうとしている。一気にここから出てきた。栗毛の馬がここ京都に何だったっけ、すいませんでした。ペプラ実況来たということで、小崎さんいらっしゃいません。うん、まだ実況下手ですね、すいません。もうちょっと頑張ります。強いにだということで、うん、最後ちょっとカッて言って終わっちゃった、すいませんでした。ねえ、下手外れだって、なんかいろいろ言われちゃったよ。無慈悲な差し足ですね。無慈悲な差し足ということで、228番さんいらっしゃいませ。いいですね。よし、やりましたよ、金玉さん。キム・ジョン・ウンにだわ、本当にいい走りをしてましたね。あ、そうなんだ、それなんかみんな言ってるね。ということで、232番さんいらっしゃいませ。あ、そうなんだ、じゃあ実況もちょっとチェックしないとね。和骨セクで海南さんいらっしゃいませ。竹さんも喜んでくれてるね。お、いいですね。エミナさんに乗ってもらいましょう。さて、コメントのチェックしてみましょう。京都なんでね、パワー不足だけは勘弁してほしい。お、グッとくる。A ですね。右回りも大丈夫。いい感じ。エビダンスで見えるんでしょうかね、また今日も。お、新馬勝利。いいですね。栗毛の馬が出てくるとね、この折月さんっていうんですか、が出てくるんですよね。いや、これね、楽しみですね。衣装もね、また変わるらしいんだね。お、ドビュッと行くでは、あ、いいですね。ケイティ・スペルマンも、これは確か、あれだな。ぶっといケツバイブが若駒ステークスに登録。和骨ですということで、薄塩さんいらっしゃいませ。ありがとうございます。右曲がりじゃないよ。よし。お、誰か出てきたぞ。誰ですか？あ、金玉さん。中二の名前って言うんじゃないよ。バイパンとかね、何単発言ってるんだ。240番さんいらっしゃいませ。竹豊の父ちゃん、競馬の風よく寝てます。寝てるの？マジで？そうなんだ。G1 勝ち馬格下げで勝つとさすが G1 馬。知らんよ、そんな情報。G1 勝ち馬格下で勝つとさすが G1 馬って言われる。あ、そうなんだ。お、いいね。交換してもらおう。イベント。これやってみよう、イベント。一番目のイベントやってみようか。いきますよ、皆さん。何ですか、これ。イベント発生時に選べます。あら、大鳥さんがいらっしゃいますね。行ってみましょう。なんていうことだ。私が大鳥一族の名声が、運だけの馬主に負けるなんて。
あまりにも完璧なこの私にとってあるまじきこと。くぅ、この大鳥、この大鳥まさき、このままでは終われぬということで来ましたね。あの大鳥さん、こんなところでどうしたんですか？君たちか、今日は言いたいことがあって来たのだよということで、斉藤まさきじゃないよ。なんでしょうか。最近馬主として金玉くんの方がこの私よりも名声を得ていると聞く。確かに昨今の、成績を比較するにそれは誤りではないかもしれない。はい。だが真の実力者は成績のみによって決まるものではないのだよ。ましてや一時の名声のみによって証明されるものではない。長きにわたる競馬への貢献によって決まるのだ。言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。ポイズンということで負け惜しみですね。その点において運に恵まれているだけの君に私が劣っているとは思えない。金玉くん、くれぐれもその点を勘違いしないように。あ、なんか言ってますね。ああ、反町の、うん、あ、そうか、なるほどね。確かに言ってることは正しいかもしれないけどね。でも、いい味出してるね。ありがとう。よし、じゃあ構想見てみよう。施設ね、作ってる。コースポ、うん、手取り順にしか、うん、それは残念だ。頑張って。うん、和骨ということで267番さんもいらっしゃいます。あ、抜群のセンス、キム・ジョン・ウンニだ。出てきたよ、みんな。監督和骨ということで269番さんいらっしゃいます。圧倒的な存在感の持ち主、重賞でも勝ち負けだろう。走りは芝向き。どれ54だ。これすごいのかもしれないぞ。うん、圧倒的な存在感らしい。無慈悲な足ですよこれ。54いい感じ。99いい感じ。 OKOK、 よしよし、じゃあ次行こう。で、うん、そうそうそう、まああんまりスペさん、あ、これでいいんだったっけ。ヘブ、え、あ、これでいいんだよね。で、無慈悲な決闘ですよ。KT スペルマンは阪神大賞だ。これで OK ね。沖縄ヘルス街は初ね。あ、そうなんだ。名声マックスでも秘書は名声の差をつけましょうって言ってくるんだ。恐ろしいな。あ、そうなんだ。クラスにレーティング。あ、ほんとだ。なんか出るのかな。まあいいや、それは後で見よう。で、あ、わかりました。ご飯のを食べてきてください。ユニコーンマンさん行ってらっしゃいませ。ビットコイン、ビットコインですよこれ。これ早めにしよう。ちょ待てよ、今調子上がりつつあるとこだよな。オープン、ちょ待てよ。2月、すごいなそれ。おめでとうございます。1800。そうなのよ、だいぶ多くなっちゃったの。大変なんすよ。で、いやこれ多分ね、1800じゃ勝てないかもしれないな。そっか、距離適正がな。ちょっと待ってね、 2000m は欲しいな。そうなんすよ、なのでできればね、うーん、活躍できなさそうなやつはね全部、うーん、消してもいいかななんて思ったりはしてるんですよね、実はね。で、あ、延長の方ありがとうございます、あんこちゃんね。これどうしよっかな。1800 1700。いや結局これか。これ違う違う違う、これ出れないよ。びっくりした。何出ようとしてんだよお前、勝手に。これ違うじゃん、欧州だっつうのよ。びっくりした。はい、感情つの方ありがとうございます。びっくりしたびっくりした。で、感情つの方ありがとうございます。じゃあ、あ、そうなんだ、そういうやり方もあるんだ。これいいね、これいいじゃん、いいね。ダート1900。あれ、あー、でも1900の方がいいな。じゃあこれか。うん、延長の方ありがとう、みんなね。スピード S 以外で全部引退っていうのもありか。あ、これダメじゃん。もうネルソンダメじゃんこれ。何これ。何これ。ちょっと何これ、みんな、何こいつら。何これ、スピード1って。何今の、これもダメだし。え、マジか。
サブパラだけは、であるわらわら。スピード以外はマジなやつ、何これ、勝負根性、ちょっとみんな何これ、こいつら肉、引退、早めの引退の予感、まさしく可悲、最悪だこれ。30頭いると使う海外のレースでさえかぶる、わらわら、牝馬はすぐ引退しよう、引退、もうこれはマジなやつですわ、ひどすぎわろた、マジなやつも引退だこれ、ダメだ、なんでああいうやつが残ってんだ、スピード終わってますよ、わら、うん、そいつらだって生きてるんだぞ、いらんの省いていこう、いやでもしょうがない、マジなやつがいやごめんね、でも本当にスピードがさすがにね、スピードが A がないときついよ、こいつはでも期待していいんだよな、こいつはまだ分かってない、キム・ジョウニダは A だ、うん、名付け親号泣、ごめんね、本当入球させるだけ無駄ということで、333馬さんいらっしゃいませ、管理馬が多かったとためうっかり皐月賞とダービー取った馬をうっかり函館記念に出走させちゃいました、あーそういうこともあるんだ、恐ろしいな、うん、スピードと瞬発力は何が違う、あのですね、直線に入って瞬発力がないとずぶいんですよね、ということで346馬さんいらっしゃいませ、うん、これはいきますね、でこれはまだ明らかになってる、 OKよし、こんな感じか、もうネルソンは2か、ダメ、こいつどうしようかな、でも強いんだよなこいつ、実は多分こいつ強いんだと思うんですよね、残しとくか、一応宝塚記念とか勝ってくれるかもしれないし、でこれ 2000m3 月20 OK、 よしよし、じゃあ行こう、和骨ということで350番さんもいらっしゃいませんで、次行こう、うん、そうね、難しいね、やっぱしね、期待した馬が、あ、そういうこともできるんだ、煙突の方ありがとう、これで多分ちょっと待ってね、これで多分延長したから、今延長したよね、これね、これ延長したよね、だからどれだけ延長すればいいんだ、スピードは最高速度、瞬発は加速度って感じ、180分延長しました、これでいいのね、これでスピード B、 いいよね、よしよしよし、和子監督ということで、コルリさんいらっしゃいませ、和骨です、このゲーム面白いですかということで367番さんいらっしゃいませ、和骨です、延長2ということで358番さんいらっしゃいませ、 OKOK、 ぶっといケツバイブだ、このゲーム面白いよ、うん、すごい面白い、楽しいですよ、皆さんもぜひね挑戦してみてください、そうですね、ということで362番さんいらっしゃいます、まあしょうがないで、あ、すごい、よしよしよし、いいぞ、これでいけるぞ、うん、海外の、うん、そうね、でも海外のねレースに勝ったんですよ、私ね、嬉しかったです、さてこちらダイジェストでいきましょう、めちゃうくらい面白いです、もちろん今日もやりますよ、うん、だから今日は12時間はやらないかもしれないけど、6時間はねやろうと思いますんで、最後までね楽しんでてください、あの名付けのねコーナーでは皆さんの、コメントのね、アンカーを取りまして、そちらをね選んでね、名付けの方しますんでね、和骨ですということで、ポルサイラシャオさん、まあね、このゲームはねすごい、あのあれマジで負けちゃった負けました、ということでカエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコムキピョコピョコということで371番さんいらっしゃいます、そうですね、ズブイとこうなっちゃうんですよね、あー強い馬なんですけどね、ぶっといケツファイブ、あーすごかったですね、うん、震えるだけで終わった、あ、なんか300勝だったの、あ、こんばんは、こっちということでニクさんいらっしゃいます、ここで9社、300勝目を決めたかったのですが残念ですということで、マジか、イスラポニート、なんかその名前もよく聞くな、よし行きましょう、ダメっすね、若駒ステークス、そうね、ちょっと退屈かもね、そうなんだ、あ、手こき足こきがレースに出てますね、うん、イスラポニータ有名な馬なんだ、ちょっと待ってね、あ、イベント何、あ、相馬さんがいらっしゃいますね、あ、あ、いいねいいね、あ、
最近馬主としての評判は私よりも金玉さんの上ですから、その秘密を探ろうとこの牧場をじっくり拝見させていただいてました。あ、今年の皐月賞馬か、イスラポニータ。リアル競馬は見てない。あ、何何、褒めてくれた。うん、今年の皐月賞は見てない、ごめんね。うん、あんまり興味なかったんで、すいません。やっぱしその魅力的な、そうそう、そんな感じ。やっぱね、好きな馬が走ってる時しか私見ないんでね、申し訳ございません。ねえ、起きてる？うん、和骨です。ということで、インテサイラしません。知り合いの馬主さんの馬が走ってるのは見るの？和子監督、こんばんは。いや、知り合いの馬主さん、でも知り合いってこと知り合いじゃないからな。そこまで知り合いじゃないんだよね。皆さんが思ってる以上には全然知り合いじゃないんで。ディープの時のクラシックは面白かったな。和子監督、こんばんは。ということで、397番さんいらっしゃいませ。ディープの時のクラシック面白かった。そうっすね。見応えがありましたね。え、何？今？今見るの？え、でもね、私の馬、天皇賞春走らないよ、多分。なので大丈夫です。よし。ファミリージョッキー楽しいよね。シックスセンス。最近のファミリージョッキー懐かしいな。が入ってない馬探す方が難しい。ゴールドシップ。そうね。懐かしいな、ゴールドシップ。それ何の馬だったっけ？あ、新馬戦で2番人気か。オリーブタイクーン、誰だそれ？ワコ。何なんだろう。知らんやつが出とる。ダート馬か。ワコということで、405番さんもいらっしゃいます。行きましょう、皆さん。絶対不景気。やっぱしね。サンデー入ってる。まあね、しょうがない。それが日本競馬の方針なんでしょうがない。強い馬をね、作って海外の重賞レースを制覇する。それがね、やっぱ今後の日本、ちょっとスタートが遅れたような気がしたけどね。今後のやっぱ日本のゲームの、日本のゲームじゃない、日本の競馬のね、今の狙い目なんだね。オッス、和骨監督ということで、勝った方たたき、高かったさんいらっしゃいませ。最高峰だって、大丈夫かな。まあ日本の競馬の話を始めると私の馬スタートが苦手なんでしょうね、これね。まあダートなんで、ちょっとこの位置は厳しいかもしれんね。ちょっとこの位置は無理かな。アルルーラズブイか、これ。あ、そうなんですね。あ、ルーラシップは3000サイル咲いてんだ。ちょっとこれいけるかもしれんよ。勝つかもしれん。おし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 、いいですね。そうですね、日本の競馬についてこのコミュで話すのはちょっと物足りないかもしれませんね。どちらかというと私はあんまり詳しくないんでね、すいませんね。いいですね、行きましたよ。300勝ち。いや違う、あ、そうですね、まず日本の競馬はね、そういった海外の重賞 G1 ね、取っていきたいと思ってるんだと思いますよ。そうそう、にわかにわか、うん、また行きましたよ。マジですごいな。松山さんって誰のことなんだ。いい絵にしよう。確かね、あのゆかりの騎手がいたんだな。いいですね、本格化はこれから。グッとくるスピード、A ですね。この米はどれだけ卑猥な名前をつけるかだけを楽しんでください。日本競馬は凱旋門。違うよ、歴史も楽しんだよ、うちの競馬牧場の。うん。なるほどね。そういう意見があるんですね。で、あ、また？マジか、ゴールドフィンガー。あ、どうしたどうした。あ、これあれだ、バレンタインデーだ。ありがとうありがとう。ダンシングブレイブと一騎打ちしたんだぞ。そうですよ。私はダンシングブレイブと一騎打ちしたのか。凱旋門出たことないぞ、私。皆さん、私は一回も凱旋門出てませんけど。あ、雪乃さん、誰それ。あ、女かと思った。ちょ、名前で女かと思ったらこんなやつ出てきた。ちょっと、皆さん、えらいこっちゃですよ。雪乃さんっていうから、すっごい可愛い子が来るのかと思ったら、誰だよ、これ。誰、こいつ。何こいつ、気持ち悪いな。いいね。誰こいつ、やらないか。あ、そうなんだ、名字だったんだ。447番さんいらっしゃいませ。はい、わかりました。
口がアヒルでしたね。アヒル口流行ってるんですね、このゲームの中でも。和骨ということで、451番さんいらっしゃいませ。皆さんはどうですか、あのアヒル口でね、あのカメラに映ってる女の子どうですか。私はね、ああいうの実はね、嫌いだってね周りに言ってますが、実は好きだったりするんですよね。はい、はい、というわけでいきましょう。ね、みんなそう言ってるけど実は好きなんですよ。こんばんはでございますということで、スペアおじさんいらっしゃいませ。たまに失敗して猪木みたいになってる人がいる。マジか。和子監督ということで459番さんいらっしゃいませ。しましたよ。今皆さんには見えないかもしれませんが、パソコンの前でアヒル口してみましたけど、どうですか私のアヒル口。なかなか可愛かったですか。あ、昇級後も楽しみ、ケアレス満月。あ、違った。私のあ、そうなんだ。おちゅ雪のなめんな、ヨガヨならエナちゃんの旦那だぞということで469番さんいらっしゃいませ。何大不評じゃん。マジか。マジでよかった。なんかケアレス満月っていうのがあの私の漫画と思って読んだら違いました。はい、すいません。手こき足こきが私の馬だ。素材は永久、今後も目が離せない一頭だろう。双方はダートにぴったりということで、うん、サンサン、サンサン、サンサンだ。夜の店の評価、そんなこと言うんじゃない。視覚的放送ですねということで。いや、ごめんなさい。病んでるんでしょうかね、私ね。いまいち？ちょっとなんかね、ゴールドフィンガー、あ、3番人気、マジで？こいつ逃げ場だったっけ？まあ、これダイジェストでいきましょう。満下激痛ということで。どうしよう、うちの、まあ、なんか強いやつ、この年いないな。同じ匂いを感じたわけじゃないけどね、ちょっとうちの馬かなと思って読んじゃいました。これちょっとまずいかもね、この年は。乳首ペロペロにかけるしかないね。ロッキーキャメロン、ロッキーキャメロン、おし、これはいける。名勝ジハード、ちょ、うちの馬なんかゴールドフィンガー、ダメか。名勝ジハードだ。モネは違う。オッズ、オッズが言うんじゃない。これしょうがない、バンセーバーだもん、バンセーバーだもん。名勝でした。ゴールドフィンガーもね、和骨監督ということで VSR サイレンスしません。そうだよね。なんだっけ、まずゴールドフィンガーの調子を見よう。晩成ならまだ行けるね。またイベントだ。折月さん、あ、また来た。いいですね。おお、いいね、いいね。褒めてくれてますね。あなたの名声はうなぎ登りですよなんて言ってますよ。うん、ちょっと増えたみたい。いいですね。どうやらそろそろ私の牧場追われる立場になってきたみたいですね。いい感じじゃないですか。今まではね、何もわからなかったんですけどね。あなたの股間はうなぎ登りですよ。いや、そんなこと言ってない。そんなことないよ。普段から褒めてくれますよ。特にうちの嫁は。んで、あれどうだったっけ、これどうなの、ダメなのかな、遅めなのか。できればね、早めに勝って皐月賞に出たいんだけどな。手こき足こき、こいつ万世か。ちょっと厳しいね、うちの馬で。次行こう。のろけじゃありません、すいませんでした。怒ったんだったらすいませんでした。よし、行こう。お、あ、こいつらかこいつらか。ちょっとね、やっぱ馬の数多すぎるね。どうにかしないとね、これレースが多すぎちゃう。今年のクラシックは実名馬に軍配上がるか。今年のクラシック、実名馬、あー、かもしれませんね。なびいていくか。いや、そんなことないよ。最近は許してくれてます、全然。ちょっと前ね、放送しすぎちゃった時はさすがにちょっとずっとね、帰ってこないのはなんでみたいなこと言われちゃいましたけどちょっとね、謝りました。
悲しかったですけどね、やっちゃった感じ。そうだ、どうやら今ね一着に一番にいるのが私の馬、沖縄ヘルスガイ。いいね、東京の坂でも全然止まらないね。これは本格化したか、これは本格化したか。浮気してないよ。よし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 、わかりました。つえーということで、段違いの強さ。いいね、言われてますよ。これは桁外れの強さだということで、よしよしよし、これは本格化してきたぞ。いいね、3連勝。しかもアンカツが乗ってくれてますよ。アンカツがやりましたよ、金玉さん。これで3連勝、この勢いをまだまだ持続させたいですね、なんて言ってますよ。いいね。なんでよ、なんでそのこと言わないといけない。アンカツですよ、アンカツありがとう。やっぱり一番人気で勝つのが一番嬉しいですね。いいね、安定感いいね、パワーもある。よし、次行こう。うん、らしいよ。なんか私もよくわからないんだけど。今から和骨欧州マイル三冠馬の、BC マイル後はどうなったんということで、BC マイルの後はですね、香港マイル、マイルチャンピオンシップ、一応そちらで、全て制覇しましたよ。今年はですね、アジアマイルシリーズの方にね挑戦しようかなと思いますよ。ドバイのね、方にも挑戦するんで、そちら楽しみにしておいてください。いいねいいね、キム・ジョン・ウンニダもいい感じ。ニダーですよ、ありがとうございます。528番さんいらっしゃいませ。無慈悲な強さですよ。将軍様いいですね、将軍様ですからね。いいね、ちょっとねスペシャルウィークとかサンデーサイレンサンクの力がちょっと入っているんですよね。いいですね、リラックス、距離も柔軟性がいいということですね。よし、そろそろかな、そろそろこれでオープンバーが出てきたんじゃないかな。そうそう、ドバイ行くんですよ。は折れんのか、わからない、ちょっとよくわからない。残念ながらうちの馬は選ばれてません。完全制覇だったりする将軍様に勝ち、あ、そうなんですね。で、これでいっか。で、これ大丈夫かな。お、行きました。ペロペロがフューチュリティステークスに向けていよいよ出国します。世界の大舞台でどんな走りを見せてくれるか今から楽しみですね、ということで、やっと出てきましたよ、我々のペロペロがアジア完全制覇できるんでしょうか。あ、あ、待ってください、ちょっと、ついにうちの中学から高校になるの、インケイ君が卒業、これはもしかして出てくるんじゃない。皆さん楽しみしてた方多いんじゃないでしょうか。これはついにインケイが真の姿を見せる時がやってまいりました。545番さんいらっしゃいませ。確かですね、こちらの作品急にですね、グラフィックが中学から高校に入る瞬間に変わるということだけは聞いております。もしかしたらすごいすごいイケメンになってるかもしれません。そうです、成長したらグラ変わるんですよ。いきましょう、急成長ですよ。いきますよ、皆さん楽しみ待っててください。いきます、いきます。さあ、悪化してるかな、抜けたか。わらわらやべー、わら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 、抜けた、あー、わら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 、一皮抜けたか、そのまんま大人になりおった、イケメン、わら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 、おー、アメン、これは悪化してる、これデスメタル、わらわら、これはどういうことなんでしょうか。わらわらやべーしだせー、なんじゃこりゃ、こ、怖い、12秒間じゃ、こんな、何そのこんな、わらわらべべ、
こんなに、こんなにそれとは思えないぞ俺。柴刈木さんもいらっしゃいませ。598番さんもいらっしゃいませ。614番さんいらっしゃいませ。何これ、ちょっと急にこんなんなったマジか。親に似たのかなじゃないですよ。624番さんいらっしゃいませ。今来たよ、コツよく育ったねということで、新エルさんいらっしゃいませ。ひどいなこれ。お父さん何やってんの、もうすぐ始まっちゃうから早く行こうよなんて言ってますよ。あふふ、張り切ってますね。では私は留守番をしてますので行ってらっしゃいということで、ひどいなこれ。高1、これで高1ですよ。あーひどいな。あ、おかえりなさい、どうでしたかということで、校長先生の話が長くて疲れちゃったよ。名前のせいで精神こじらせたかな。647番生いらっしゃいませ。高1ですよ。いつの時代も校長先生のお話は長いままなんですね。これからみんなでカラオケなんだ。お父さんお店まで送ってって、さて準備しないとやばいな。歌う気かこいつ。あマジで、ということで659番さんいらっしゃいませ。カラオケでデスボイス披露してるんですかね。慌ただしいですね。インケ君ももう立派な大人なんですから、そろそろしっかりしてもらいたいですねなんて言ってますね、お父さんって。ということで668番さんいらっしゃいませ。あ出てきた、伊坂。なんか伊坂さんが逆にすごい可愛い人に見えますね、うちの息子見たら。こんにちは伊坂先生、3月を迎えていよいよクラシックシーズン到来ですねということで。そうね、見た目で損するタイプですよ。和骨うまけじゃなくなってねということで、677番さんもいらっしゃいませ。マジか。ちょっとうちの長男と次男はちょっとね不良っぽい感じなんで、ちょっとねどうなんだろうこれ、ちょっと怖いね。ちょうちの人情報見てみるよ一応。違うこれじゃないよ、家系図だこれ。牧場スタッフになってるうちの長男。あいつ働いてんだうちで、親が悪いとか言うんじゃないよ、一生懸命育てたんだ。名前に似合う感じになってるな。わら、僕のことを元気にしてる。カラオケスタッフでもやっとけ。あ、元気してますよ。687番さんいらっしゃいませ。ってやつだな、みなちゃんが唯一の親父。ちょ、ちょ待てよ、同時切り替え。そうね、確かに。待てよ、確か、これで馬に違うな。陰茎、わら。そんなこと言うなよ、馬にタトゥーさせんよ。あんな髪型のヤンキーも笑い。で、なんだっけ、なんかしろって言ってるのかな。家系図で表示切り替え、これか。ダメだ、全然ダメだこいつら。大丈夫かな、ちょっと心配になってきましたね。あ、そういうことか。そうなんですね、了解了解しました。よし、じゃあ次だ、行こう。テポドンがいるね、奥で休んでる。違うですよ、違いますよ、結構騎手を目指してるやつ多いですね。うわ何これ、ちょ急に弱くなったね、まずいねこれ。これネクストで行こう、ちょっともう勝てそうにないんで。6着か、ちょっと放牧に出そう。テコか足こきは娘に後継がせよう。ゴールドフィンガーは、いや継がしたいんですけどね、勝手に継いでいっちゃうんでね。ネクスト、あ勝った、オッケー、よしよしよし、いいぞいいぞ。騎士が悪いかもね。あ、アイアムニートだ、これはいけるのかな。アイアムニート働くのかな、ちょっと見よう。ダイジェストね、滝山さん騎士が悪い、うんそうか、うんでもいい騎士乗ってくれないんだよなこのレベルになると。重賞戦ぐらいじゃないとね、できれば勝ってほしいけどね。お、いけるかな。アイアムニートですよ皆さん、アイアム早漏の子供だったかな。
ということで、ナスカさんいらっしゃいませ。オッケー、勝った。勝った。ということで、ワコ2ということで、ゆうきさんもいらっしゃいませ。すみれさんね、いつなんでしょうね。ニート働きましたよ、今回。500万したかな、これ。勝った。オッケー、オッケー。勝ちました。500万したですけどね。でも、これでギリギリか。刺しました。単独ワコ2ということで、かずきさんいらっしゃいませ。ねえ、いい感じ。格が違うって言ってますね。で、一応今ね、負けた馬チェックしに行きましょう。あいつは放牧でいいような気がする。うわ、なにこれ、いっぱい人がいる。いっぱい人じゃなくて馬が出てる。しょうがないな。オッケー。モーネルソンってもう引退させる馬じゃなかったっけな。そんなことないよ。よし、ちょっと馬減らそう。で、所有競走馬モーネルソンは確かもうスピード2なんだよな。でもこれ強いんだよな。残しとくか一応。で、手こき足こきは、あ、これはいいんだ。でも、晩成なんで放牧だ。放牧させましょう。で、こいつは12月の2週まで放牧。3週か。ここまで放牧。よし。こいつはもう走らさん方がいいんだね。あ、そうなんだ。スピードシーで他はオーレース。いや、そういう風な方だからね、それね、生主じゃなかったら私もそれでいいと思うんだけど、どうしてもね、生主としてはそれはちょっとまずいんで、楽しくないんでね、やっぱし。できれば楽しんでやりたいんで。難しいですね。まあ、配分がね。よし、行こう。テンポ命。テンポイント?いいですね。皆さん好きな馬がそれぞれいるんですね。では、行きましょう。次の週に行きます。頑張ります。で、これでからアジアマイルチャンピオン?ん?何?違うよ。ペロペロ。おっきた。一番人気。これからアジア完全制覇ですよ、マイルね。さて、乳首ペロペロはですね、私たちの牧場でも最高の馬でございます。では、そのレースをね、見ていきましょう。いきます。これ勝手に逃げになるんでね、大丈夫ですよ。わからない、どうなるかわからない。いきましょう。オーストラリアのね、ムーニーバレー競馬場の、もう勝てない。早めだからね、4歳も多分大丈夫だと思うよ。行きましょう。まあ、こちら安田くらいしか不安がない。本当に楽しみですね。さて、オーストラリアのムーニーバレー競馬場、芝 1600m、 晴れ両馬場、フューチュリティステークス。こちらのレース、アジアのね、マイルチャンピオンシップというか、アジアの、マイルシリーズの、第一戦でございます。行きましょう。おむつプレイじゃないですよ。いきます。ちょっと変わった形の競馬場ですね、ムーニーバレー。楽しみですね。いいね、この普段はね、これ見れませんからね、こういうね、アングル。いいですよ、先頭につけてますね。ワコツ来たよーということで、ユスタンさんいらっしゃいません。呼ばれてますね、うちの馬も。この辺りで各馬第3コーナーに入る。第3コーナー頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になります。前目につけてる感じですね。先手を取ったのはシャイニングコロネット。ね、凝ってますね。乳首ペロペロ、2番手を追走しています。お、出てきた。笑っていいのよ、あ、すごい、一気に飛び出してった。何この強さ、ちょっと早すぎ、ワロタ、何これ、早すぎワロタ、これ、何これ、大回り、何これ、これ何これ、ちょっとすごい強い強い。これは強い。格が違う。圧勝でしたよ、皆さん。すごい。やった、キューバ審査。素晴らしい走りでしたね、金玉さん。
海外遠征の大舞台で持ち前の能力を発揮してくれました。横綱競馬待ったなしということで、789番さんいらっしゃいませ。あぜんとしますね。これやりましたね。これで8個目の G1 タイトル。乳首ペロペロには G1 を勝つことなど造作もないことなのかもしれませんね。本当この馬の実力には頭が下がりますよ、なんて言ってますね。うん、これ4歳、どうしよう。4歳で登録する。フランケルと勝負が見たいレベル。そうなんだ。やった、やりましたね。これどうしよう、4歳の時に登録する、それとも3歳で登録する。もう3歳では一応登録してるんですよね。4歳でも登録しようか。これはダイジェストで見よう。 OK。あ、しまった、これ先行の方が良かったのかな。まあいいや、刺していきましょう。金天堂確定、どうなんだろうね。あ、ありがとうございます。スイープ、コーナーカーブ、スイープがいた。コースに向きました。ここで先頭変わりました。山人ユニーク、山人ユニーク、おしおし、うちの馬も頑張ってる。これ勝ったら大賀賞取れるぞ。これ取ったら大賀賞取れるぞ。これを取ろう。よしよしよし、いけた。また三冠制覇来るんでしょうか。無慈悲なこの足、無慈悲に強い二打満星ですよ。いいですね。あ、それもありえますね。秋天勝てますよ実際ね。いいですね。スイープ投手勝ちました。いや、これはでかいな。スイープ投手に勝ったって相当すごいですね。でか牝馬だったんか。よしよし、そうですよ、牝馬ですよ。よし、桜花賞決定ですね、これでね。よし、桜花賞行こう。桜はダンスインザムード、もちろん。あ、アラバスタタンもいるね。早すぎにだ。あ、桜ダンスインザムードがおるんだ。早すぎにだ。いや、どうなんでしょうね。まあちょっと乳首ベロベロが強すぎるんで、それと比べちゃいますけどね。あれ、もうネルソンで放牧したくね。あ、一応強いから出てるんだ。うん、スイープ投手に勝つのは強い。あ、そうね。よし、これもな、こいつできればボバなんですけど、強い馬だと思ってるんだけどな。一応ダイジェスト見ますか。これ多分1000万したかな。うん、やっぱね、強い馬がね生まれるとね興奮しますよね。もうなんかシンデレラボーイみたいなね、もうなんか出るだけで、レースに出てくれるだけでありがたいみたいなね、ちょっとそんな感じになっちゃいます。さて、直線の方、もうネルソンの、あ、もうネルソンが出てきた。これは覚醒したんじゃないか。いいぞ、いいぞ。よし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 、やっと覚醒かな。行きました行きました。見事に勝ちました。オーネルソン、大隅リーグ完敗です。着外に沈みました。大隅、まずまず、ね、大隅の世代たちは まずまずですね。まあしょうがない、もう少しね、多分年いかないとね、ちょっと走れないけどね。これからの馬ですよ。いいですね。よし、ネルソンをね、うん、ネルソンね、もう少し頑張ってほしいけどね。あえてね、重症系には出さないようにしてるんですよね。ぶっといケツバイブが出る。うわ、マジか。あー、中山だったらなんとかなってくれるかな。そうなんですよ、そこが辛いんですよね。まあ行きましょう。こちらはレースを見ましょう。こちらはね、サツキショートライアルですよね、確か。違うっけ。エリーのアクションのクリアした放送用つべで見れます。あ、アップしておきます。すいません、まだアップできてません。もう少し待ってください。さて、こちらね、放置杯弥生賞でございます。11月の1週にライバル馬主のようコマの売却イベントが発生するようになったんですけど、うん、そう、あ、そうなんですね。もう少し待っておいてくださいね。エリーのアクション、クリアの YouTube。 マジか。いや、できるといいですけどね。キングカメハメハ、ダイワメジャー、ハーツクライか。まあでもハーツクライならなんとかなるんちゃうかな、この世代だったら、3歳だったら。
この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。一番人気のコスモバルク、コスモバルクがおる、コスモバルクがおるよ。前走から久々の競馬となりますが、どうでしょうか。皆さん好きなんじゃない、コスモバルクとか。先手を取ったのはアドマイヤハイネス、来てほしいですね。でも11番ウッドイケスバイ、いいね、こいつがね三冠制覇とかしてくれたら嬉しいんだけどな。ボバの先手を取ったのはアドマイヤハイネス、コスモバルクとか懐かしいね。そうですね、843番さんいらっしゃいませ。エクスプリットですよ。オーなんとかなんとかっていうやつもあるらしいんですけど、そっちは使ってません。 OBS か今何年ということで、後で見てみましょう。944番さん、そして844番さん、843番さんいらっしゃいませ。そうで、直線に入りました。弥生賞でこれで3着に入れば一応皐月賞は出ることができる。しかし横から一気に来た、3着に入ってくれ、3着に入ってくれ。コスモバルク強いですね。そうですね、コスモバルクは地方馬なんだね。3着ですね。よしよし、これで出れる。コスモバルク強いよ。3期強いですね。3着ですよ、ギリギリ3期。コスモバルクの一周以降の星子都市もいるらしいよ。サツキ賞までは強いよ。マジでサツキ行こう。よし、サツキ行こう。ちゃんと五十嵐なんだな。いや、しょうがないしょうがない。この時期だと、まあ一応ね、3着なんで。危ねえ、わら。あ、そうなんだ。オッケー。で、馬情報で。ペロペロちゃんは次は違う、マイラーズじゃないよ。何、そんなもんに出るわけないだろう。ふざけるんじゃない。アジア、これだ。おし。で、ドバイデューティーフリーに出るんですよね。で、ジャストアウェイを超えると。で、チャンピオンズマイルに出て安田記念。ひどい名前ゲーム来てたーということで、871番さんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。で、OK。で、どうすりゃいいんだ？これ、134。134までいったよ、レーティング。レーティング134、いいですね。どんどん上がっていきますね。で、まあまあここら辺は80、90、いい感じいい感じ。安田の後宝塚記念みたいな、そろそろ寿命かな。何が負けたのは何、1回負けたのは、初めての海外挑戦ですね。で、G3150 まであるんだ、うん、あ、本当に阪神強いんですね今日ね。さあ最近になるとデルタブルースや鈴鹿マンボといったあたりが菊の大一番で激戦を繰り広げる。なるほどね、今年はそういう、年なんですね。ドバイ行った後一周ほぼ切れなくて大丈夫か。そうですね、わからない。まあ、まあここは一周放牧は入れてもいいかもしれませんね。で、そうなんですよ。なので秋天は出れるんですけど、それ以降は出れないんでね。 OK。 ドバイの後よりも安田の後一周だけでも OK。 本当に、ちょっと待ってね。じゃあ一応消しとこう。で、後で確認しよう。そうですね、カンパニー最強馬ですよね。よし、で行こう。で、あ、違う違う。で、あとなんか確認しないといけないんだよな。で、桜花賞、安田の前、わら、安田の前でいい？ OK。 皐月賞、ニュージーランド、 OK。 ゴールドフィンガーも一応出る予定なのね。後ろの名前ひどい、わらわら。ドバイの後はいらん。皐月、桜花、こいつ出れるのか、出れるのか、こいつ出れるのか。一応一応出れるんだ。で、バコ2ということで、トシさんね、ここで反応を残していただきありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そうなんですよ。だから、こいつが唯一、今年ね、出れる可能性がある。その三冠取れる。三冠出れる可能性が、あ、やばい、調整。放牧放牧。そうなんです、そうなんです。だから、三冠出れるのはこいつだけなんですよ。それでコミュニティの参加ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。で、これ一周放牧で。で、こいつは OK。そうなんですよ。サツキから覚醒すれば最高なんですけどね、展開としては。はい、ということで899番さんいらっしゃいませ。まあね、引いちゃう方もいらっしゃるかもしれませんが、うちのリスナーさんがね、考えに考えてつけてくれた名前なんで、申し訳ございません。で、
これ落ち気味だな。放牧入れよう。オッケー。でもこいつも結局2600か。こいつはまあなんとかなるな。よし、行こう。行きます皆さん。あ、やばい、ペロペロがあれしてない、放牧入れてない。時間かかっちゃうのが辛いですけどね。あ、阪神大商店だ。阪神大商店は 3000m。 ん？あれこいつなんでこいつら阪神大商店出ようとしてんだ。あかん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 、あかんであかんで、ちょっとちょっとあかん、あかん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 。 3000m のやつじゃんこれ。ちょっと何してる何してる、お前ら何してる、ちょっとちょっとちょっとダメだってこれじゃないよ。返した方がいい。どうしよう、どれに行く。 KT スペルマン直前で中止、わらわら、しょうがないなこれ、出れないから。わらわら、どうしようこいつ、どうしよう。こいつ海外行ってもいけるんだよな実は。結構こいつは海外行ってもいいんだ。ちょ待てよ、出走登録してそのまま行こう。で、いやダメダメダメ、ちょっと違うので行こう。欧州でコバヒンバ、これでこれ行こう、これ行こう。すいませんでした、これで行こうかなと思います。こいつ海外行ってもなんとかなるんで、1700m がきついな。なのでまあ距離適正、うん、柔軟でなんとか放牧一周で行こう。で放牧一周、あーこれ、うん、もったいねえな、もったいねえなこれ。で放牧一回使って、放牧三周かな、一回使おう。ちょっと待って、なんかない、なんかこの辺りに G1 ないかな。3200か、だからこれ、あこれあるじゃん。で、おしおし、これでいこう。香港、今ある？ちょ待って、香港あるならそっち行くけど。香港。あ、間違えた。ごめんごめん。香港。あるね。牝馬。牝馬戦はないしか。2400。これいくよ、じゃあ。無理だな。なのでこれしか無理だ。で、放牧宝塚記念行って、じゃあこれは消して、で放牧で、8周だから 6周か、5周、6周、14だから6周、そして 4, 5, OK、 これでいい。で、であとはこれめんどくせえなこれこいつどうしよう。あ、そうなんだ。でもこれでいきます。で一応牝馬なんだね。なんでこいつは国内にしよう。んで OK、 1600もいけるからねこいつはね。よし、これでいい。初見です。48年、週刊ノン小本巨峰フューチャリング水道局員、うん、初見じゃないねあなたね。前も来てくださいました、ありがとうございます。48人衆観音荘原巨像フューチャリング水道局員さん、いらっしゃいませ、ありがとうございます。よし、で次、あやばい、ペロ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 あれするの忘れちゃった。大丈夫かな、 OK。 で大変だねこれね、やっぱしね、数が多くなると大変ですね。和骨ということで919番さんいらっしゃいませ。 OK、 これで金が2枚なんで、あ、コメント参加ありがとうございます、これからもよろしくお願いします。でここで放牧を、違う間違えた、放牧ここに1周 OK で行く。おし、次はドバイデューティーだ。皆さんまたやってまいりました、ドバイデューティーフリー名談競馬場です。
こちらのレース勝てばですね相当歴史的なことになると思います。確か前回、この前ね、ジャスタウェイが勝ったのもこのレースじゃなかったでしょうか。行きましょう、勝ってくれ。これジャスタウェイが勝ったやつですよね、確か。ペロペロ違うかな、また軽く勝っちゃおう。ペロペロまた軽く勝っちゃうんでしょうかね。和骨ということで924番さんいらっしゃいませ。ジャスタウェイが勝ったのこれだよね、確か。 C クライマックスじゃないよね、多分こっちだと思う。行こう。そうだ、メイダン競馬場ドバイデューティーフリー芝 1800m 晴れ両馬場、こちらのレースついにうちの馬が挑戦でございます。和骨ということで924番さんいらっしゃいませ。ジャスタウェイが出たレースということで、それをですねまたこちらの放送で現実のものとしましょう。行きましょう、ドバイです、行きましょう。異国の地で日本の馬がどのようなレースを見せるのか、わかりました。ユニコーンマンさん、お帰りなさいませ。綺麗なスタートを決めましたか。ちょっと出遅れたような気もしましたが大丈夫なんでしょうか。コバも走らせるよ、一応走らせる。遅れた気がする、大丈夫かな。あらあら、出てくる出てくる、ちょっとちょっと、あらちょっと、うちの馬がちょっと、今ですねチクベロベロが突然先頭の方に、踊り出ました。大丈夫なんでしょうか。はい、ということで937番さん、オバマさんのね送り迎え、ご苦労様です。いらっしゃいませ。わからない、かかったのかな、かかったのか、逃げ切るのか、大丈夫か。さて、世界のですねマイル戦をですね制覇してきたチクベロベロ、しかしこのドバイの地ではそうはうまくはいかないのか。急にですね直線が長いこのコースでどうなるんでしょうか。残り 400m 長い直線、後ろから誰かが来ている、後ろから何かが来ている、しかしここから切り離すのか、ここから一気に離すのか、チクベロベロの力だ。2枚足、これが2枚越しの力、どんどん突き放す。直線は今1着でゴールイン。やりました、勝っちゃいました。皆さん出遅れで勝っちゃいました。来ました皆さん、ありがとうございます。ペロリスト強い強い、ペロペロ最強、パチパチパチということでありがとうございます。強すぎですね、つえーということで、プータロさんいらっしゃいませ。世界に恥さらしとか言うんじゃない、パチパチパチ、和骨ということで、かなえさんいらっしゃいませ。そして980番さんもいらっしゃいませ。まだいっぱいだけですよ、無知なしでしたよ。ザ・チンマン本当ですね、2位の馬もなんかちょっといやらしい名前の気がしますね。いや、やりましたよこれ。これがペロリストの力だ。スキャンさんのそうですね、チンマンって言いますよ、誰か。さすが日本変態。いや、なんなんでしょうね、大専門で夢破れたケツ穴ゴジゴジの子供とは。しかも千馬、そうですね、素晴らしい走りでしたね。金玉さん、海外遠征の大舞台で持ち前の能力を発揮してくれました。やりましたね、これで G1 9個目。チクベロベロには G1 勝つことなど造作もないことなのかもしれませんね。ほんとこの馬の実力には頭が下がりますよ、なんて言ってくれてます。次は安田かな、違う違う、香港かなそうですね、ザ・ティンマン、ザ・ティンマンっていうらしいですよ。ザ・ティンマンを抑えての勝利は価値がありますね、ということで、これは強い、これは強いですね。いや、いいですね、いい感じいい感じ、ティンマンっていうらしいよ。さて次のレースはどういったものになるんでしょうか。チンマンじゃない、ティンマン、ティンマン、よしよしよし、お金がいっぱい入ったぞ、子供が生まれた、子供が生まれてきましたよ。ティンマン、ちょっと待ってよ、大丈夫か、ちょ一応見よう。あ、青影が生まれてる、サンデーサイレンス3区で青影は、これは吉兆か、ちょっと違いますよ、すいません、うちの放送だけです、ちょっと皆さん、サンデーサイレンス3区で青影出てきたよ。 G1 8連勝は GRA 記録、そうなのか。ワールドカップ、ドバイワールドカップ、あれは出れないかもしれないけどね。あ、そうか、エアシャカールか、 OK、 これは左後ろ、左後ろ、左後ろで、これは両足だな、
右足、後ろ足、来ちゃった。いいね。あれ足毛、これちょっと黒目の足毛が生まれたね。メジロマックイーンとんごんごなんで、メジロマックイーンの再来なるか。では印を見てみましょう。まずは後ろからいきます。はい、はい、はい、おおおお、よかった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 、やっと生まれた。普通の一頭いたよ。でもスピードは丸なんでどうかわからないけどね。マックアガサガはあのいつまでもいつまでもずっとね、あの選挙の方出られてる方です。うん、カッパ来ましたよ。で次は、はい、お、いいね、来ちゃった。三角なのがちょっと気になるな。え、ダメ、アナルキャップ。次は、はい、サムラゴーチ守るは20丸1個。うん、結構ね、いいスキル持ってるんだね。次は、おお、これちょっとミカさん、ミカさん印は、ミカさん印は、ちょっとミカさん印、印どこやったの。名前がひどすぎる、わらわら。あー、マジか、名前がひどすぎる。そうかな、ミカが印つけてくれないからちょっと怖いですけどね。次、はい、おお、ミカ、皆さん来ましたよ、ボバで、ついに、おー、ついに来た、最高、これ来た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 、来たよ、みんな、母ちゃん来たよ、ついに、ホークスター、これがガチですよ、これいいですね、機体の両結馬で生まれましたね、ということで、うん、長距離決闘、ホークスター、ミカはサブパラ評価、ホークスター、これは許されるな。あ、そうなんだ、ホークスターって何、許されるかな。ホークスターっていう馬の子供なんですよね。私もよくわからないんですけど、うん、一応なんだ、え、マジで、次行こう、よし、行くよ、ラスト、はい、カッパはスピードだよね、これは三冠、最悪の長距離早熟でないことを願う、自家生産オリジナル馬だと長峰の縁が全くつかないのはなぜ、ダンスインザダークの子は、あ、軸に来たことあるよ、ホークスター、はい、売れだば、でも特別も健康も効かないか。もう2億もする馬なのに、マジか、売ろうか、しょうがないね、2億だけの馬でした。あ、そうなんだ、そういうこともあるんだ。でも早熟なのは確定なんだ。そうですね、楽しみですね。あれ、こいつ何してんの、ね、こいつ牝馬5歳か。まあこれ勝てるかな。リアルリアルニード、あ、大きなヘルスがダメになっちゃった。はい、そうですね、そう考えましょう。で、沖縄ヘルス街が、オッケーオッケー、これもう少し早めにないかな、 1800m ぐらいで。なんてゲーム、ん、これ、これね、ウィニングポスト8っていうゲームですよ。んで、1083番さん、いらっしゃいませ、ありがとうございます、いらっしゃいませ。これ芝で 1800m 以上のレース2000、これあるね、これ G3 か、いいですね、そういうことできたらいいけどね。こうしよう。で、あれ、なんで、え、なんでなんでなんで、違う違う、5月の、あ、これか、芝2400、あ、これいいじゃん、これ出て、いいね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 。なんてゲームということで、こちらウィニングポスト8でございます。カウパーラーメン楽しみということで、1084番さん、いらっしゃいませ。和光ということで、愛子さんもいらっしゃいませ。売った2億で牧場拡張、そうですね、そういったこともできるといいですね。うん、監督はコツ、マジで、カッパギとミカ20丸でスピード以外 S の総数スピー D 来たよということで、いらっしゃいませ。あ、やばいやばい、来ちゃう来ちゃう、あります、あります、牧場延長できます、クルーズさん来ますね。うん、はい、皆さん、こんばんは、今日はですね、ウィニングポスト8の方をやっております。アイアムニートという馬が走りますよ。では皆さん、ちょっとね、アイアムニートの走り、皆さんでダイジェストの方で見てみましょう。クルーズさん来てくださってありがとうございます。ウイレではありません、ウィニングポスト、うん、感動はこっちということで、モノキさん、いらっしゃいませ。そうですね、スミレさん結構ね、いい方なんでね、ファンの方多いですよ。うん、ウイルじゃない、やだエロいということで、では皆さんダイジェストさん見てみましょう。
いきますよ皆さん。またモンハンかというか、モンハンじゃありません。モンハンではありませんよ。ニートということで、うん、ではいきましょう皆さん、ダイジェスト版見てみましょう。ああすいません、お前の人生が競馬ということですいませんでした。はい、ということで31名の方、クルーズからいらっしゃいませ。アイアムニート、ここで勝ってほしいところです。ここで勝ってくれアイアムニート。ケツを押してるんじゃない、いたおりましたということで1131万3円いらっしゃいませ。降りたぞということで1132万3円いらっしゃいませ。クルーズから笑ということで1134万3円いらっしゃいませ。競馬中継しないのかということで1135万3円いらっしゃいませ。というわけで皆さん働きましたよ皆さん。メイヤさん、小手反応残しただけありがとうございます。クルーズさんいらっしゃいませ。また働きましたよ。アイアムニート、ついにですね、皆さんが応援してきたこの馬の覚醒が始まりました。ニート働きましたよということで、コロさんいらっしゃいませ。もうニートじゃありませんね。ということで1155万さんいらっしゃいませ。10番人気からいきなり勝ちましたよ。腹たえれば関係ない。うん、クルーズさん、うん、そうですね、今日は6時間放送ですよ。私は未来を占う、ソーシャラ美声だなということで1165万さんいらっしゃいませ。いいですね。今来た和骨ということで、1167番さんもいらっしゃいませ。クルーズからということで福山はさまるさんいらっしゃいませ。1168番さんいらっしゃいませ。すげー6時間福山はさまるって、ね、うん、6時間放送の予定ですよ。コミュニティの参加ありがとうございます。まあね、まあ、他の放送を見ながら、なんかね見どころがありそうな時はね、またこちらの放送に戻ってきていただけるとね、楽しめると思います。そういった楽しみ方もあると思いますよ、うん、コミュニティの参加ありがとうございます。いきます。そうですよ、大変ですよ。まあ行きましょう。そうですね、桜花賞ですよ。この前あったばかりですね。3週間か2週間前あった、こちらのレース、うちの馬はねどうなんでしょうか。行きましょう。将軍来ましたよ皆さん、応援の方よろしくお願いします。無慈悲な勝利出るんでしょうかね。私も実況の方挑戦しようと思います。まずはゴールドフィンガーなんでねそうなんですよ、将軍様なんですけどね、おにゃんこなんですよね。でゴールドフィンガーの方はね、多分これは買ってくれると嬉しいんですけどね。まあやっぱしここじゃ人気っすか。まあダイジェストで見ましょう。うん、北の将軍の子供なんでね、確か違うかな、ちょっと確認してみよう後でね。もし勝ったら嬉しいですけどね。さてゴールドフィンガー、こちらのね馬、ニュージーランドトライアルが出てるということは、これ皐月賞に出るつもりなんでしょう。最後のね、ちょっと全然今日は一応6時間放送で何これうちの馬全然テレビにも映ってないんですけどなんで、うん、名勝ボーラーってやつが勝ちました。あ、シーキングザボーラーかな、シーキングザダイヤ。あー、いやちょっと寝てましたね。ちょっとダメですね。ダートバー？マジか、ダメでしたね。あ、ゴールドフィンガーには 1600m ダメらしい、不向きな距離らしいよ。そうなんだ、残念。シーキンザパールの子なんだ、初子、うん、すいませんでした、私の勘違いで出してしまい申し訳ございませんでした。さて牝馬の、こちらケイティ・スペルマン1番人気、これはね勝ってほしいですね。この馬実はエリザベス女王杯に出てるんですよね。短すぎたみたい、うん、じゃあ次はこれは G2 なんでダイジェスト。北の将軍っていうバンエーバー、あ、本当にいるんだ。あ、そうなんだ、やっぱ長距離なんだね、しょうがない。そこは言わないでよ。 KT っていうのはね、私のあのコミュニティでの私の呼び方です。行きましょう。そう、エリオンナ以来、来た来た来た、エビナダンスが見れるのか。エビナダンスが見れている、見てくださいこの腰の動き。ケイティ・スペルマンが今1着でゴールイン。いきました。よしよしよし、ペルマン勝ちましたね。強いですね、これは強い。あ、そうなんだ、北の将軍ってそういう馬だったんだ。そうですね、有馬実は2着ですからね。ありがとうございます。あ、そうですよ、ということで1211万さんいらっしゃいませ。いいですね、スペルマン強いですよ。スペルそうか、スペルマン NG じゃないのか、うん、昨日ね他の、 あのウィニングポスト放送に遊びに行ったらね、生主の方に
ちょっと電話スカイプしてもらっていいですかみたいに言われたんでね、突しましたよ。うん、楽しかったです。エロイパーじゃないよ、行こう。ビクトリアマイル勝てるんでしょうかね。さて、沖縄ヘルスガイ、こちらはですね、非常に期待の馬なんですが、ちょっとね、重賞の方に出るにはまだ早いということで、オープン戦の方に出てますよ。あ、そうなんだ。じゃあこれはダイジェストでいきましょう。ドスコイドスコイ、まだまだね。リンカーンがいた、わらわら。マジでリンカーンがいた。リンカーン懐かしいね、強い馬でしたけどね。そうね、オープン続きです。ちょっとね、こういうオープン戦に出さないとね、成長できないんですね。育成度ってのがあってね、それを育てるためには勝たないといけないんですね、レースにね。なので勝てそうなレースにね、どんどん出していきます。来た来た来た、いいね、いい感じいい感じ。そうなんですよ、実ね、勝っちゃうと、突然の落雷により命を落としました。あ、そうなんですね。シーキングザパールはディープインパクトが、活躍してた頃、突然の落雷により命を落とした。マジか、本格化してきた。よしよし、いいぞ。そうか、そんなことがあったんだ。やりましたよ金玉さん、これで4連勝。この勢いをまだまだ持続させたいですね、なんてね、アンカツさんが言ってますよ。いい感じいい感じ、順調。よし、いいぞ。桜花賞だ、よしよしよし、来たぞみんな。ちょっと待って、他の馬を見よう。あ、でも見れるか、一応見れるか。よし、じゃあ行こう、レースを。無慈悲な勝利をね、見せましょう皆さんで。よし、久しぶりのね、乳首ペロペロに引き続き、こちら桜花賞をね目指しております。私の馬3番人気ですね。そうですね、ダンスインザムードいた、本当にマジか。ちょっとまあ見ていきましょう、一頭一頭ね紹介されるんで見ていきましょう。一応私はね、三冠を目指していく放送してます。牝馬のね三冠は一応取ったんですが、こちらでも取れたら嬉しいですね。いきましょう。スイープ投手は2番人気、先ほど私が負けた馬ですね。これは知らないな、ジャスミンガール、ドルチェリモーレ、何これ知らんぞ。ちょっと待って、誰これドルチェ、何調子はどうだい監督。そうっすね、ちょっと三冠を目指せるような馬は今は生まれてません。今はね、ちょっとあの乳首ベロベロが小馬になってね、海外の G1 レースを総なめにしようというね、そういった感じで放送をしてますよ。ダンスインザムードいましたね、皆さんの言った通りだ。6番人気豊かが乗ってますね、史実通りかな。来ましたよ、キムジョンウニだ。マコツパンにハムハサムニだわ、ということで1235番歳いらっしゃいませ。そんな馬いません。いきます。あ、いいですね、綺麗な馬がいますね。ピュアポジティブ、パワーバレー、エトワール C、 知らんな、メジロメロディ、ヤマニンユニーク、ダイワエルシエロ、ヤマニンシュクル、そうね、ヤマニンアラバスタ、あ、知ってる、ヤマニンアラバスタは知ってる、これ有名な馬だ。ヤマニンアラバスタは有名なあの馬ですよね、多分。ヤマニンアラバスタは知ってるな。どうなるんでしょう。さて、桜花賞、まあ一番の敵はそうですね、今ね、あ、そうか、後でまた見ますね。なるほど、あ、ありがとうございます。さて、一応一番強いのはスイープ投手、どうなるんでしょうか。ワコティンティンということで、武田でかけた方、加藤隆さんいらっしゃいませ。いきます。シーズナダンスインザダーク、ダンスインザムード、ダンスインザムードが勝つらしいよ。やばいな、ヤマニンアラバスタ結構好きですよね、みんなね。ヤマニンゼファンは今でも見学できる、マジか。ちょっと1頭変な乗り方してるやつがいた。エビナさん何してんの今、なんかエビナさん変な乗り方しなかった今、なんかエビナさんなんか何してんの今。
海老名何してる。機種が今変な動きしました。監督が動くということで1257番さんいらっしゃいませ。もう海老ダンス始まった、かかってるんでしょうか。さて桜花賞阪神競馬場第3コーナーが第4コーナーに回ってまいりました。桜が綺麗なこの季節、北の将軍が春をここの阪神に呼び込むんでしょうか。行きましょう、行きます。今のところ私の馬は全くテレビに映ってきてない。後ろから来てるのか、後ろから来てるのか、これは無慈悲な足は見れるのか。無慈悲な足がこの中央を切り刻むのか。一気に来た、一気に来た、しかし無理でした。ダイワエルシエロでした。そしてダンスインザムードが2着。私の馬は何をしてたんでしょうか。すいません、負けました。もうごめんなさい、負けました。3着か、負けた。あ、3着ですね。人気通りだ。台はエロエロエロやな。無慈悲な3期エルシエロ3冠あるで。エルシエロ3冠ある、マジか。無慈悲な足作です。そうなんだ。わら、無慈悲な石灰ミサイル撃とう。わら、なんかまずい目引いた。4期やで、精神的にひよわ。あ、わかりました。シャイさんね、ご飯の方食べてきてください。いってらっしゃいませ全然良くないよ、負けちゃった。オークスに出るか、出ようか。ペロペロは次はドバイの次なんで、うん、ちょっと待っといてください。ドバイの次なんだろう。で、今さっきね、何年かって言われた方いらっしゃったんで、そちらね、今から出ると思いますよ。2004年ですね。チクランから初見ということで、イコマンさんいらっしゃいません。爆破マッターの人が言うんじゃない。2004年みたいよ。メンコはね、勝手につけますよ、疲れますよ。支持性のオークスバー、そして能力も比較的高し。で、これはヒンバ参加のピンチ。そうなんだ、まずいね。ボールちゃん、残念なお知らせです。マジか、ズル向け、ズル向けディルドが小積みを発症。マジか、性病じゃないよ。ぶっといケツバイクが出るよ、みんな。これも楽しみだ。よし、行こう。あ、チャンピオンズマイルですね。チャンピオンズマイルだ、次出るの。オッケー、よしよし、旧車ができました。いやー、小積みらしいですよ。よしよし、いいぞ。吉原行ったったまんはいないね、そういう馬いないね、今ね。行こう。で、馬情報で、まだまだまだ、まだ1月だから、それ。で、ビクトリアマイル、放牧、オークス、これはどうなんだ。でも、これ遅めでね、この強さなんで。楽しみっちゃ楽しみなんだけどね。で、放牧一周、これ鉄砲結構使える馬なんでいけると思いますよ。で、うん、そうね、そこら辺は楽しみだけどね。で、ゴールドフィンガーがダメか、これどうしようかな。これ放牧一周した方がいいな。これやっとオープンに上がったのか、間に合わないね。そうですね、ディープは来年かな。うん、万世のステイヤーっすね。2000から2500、遅めか。スピードがまだ判明してないんだよな、こいつ。アイアムニート、ダメじゃん、アイアムニート。スピード2だ、もうネルソンも2だし、スピードねえなこいつら。 2900m の適性があるにもかかわらずね、結局こいつら出れなかったんだな。ゴールドフィンガーと、いや、フィンガー引退させる。うん、コメント参加ありがとうございます。ちょっと皆さん、ちょっとこれやっぱね、配信上これ大変なんで、やっぱしこれ引退させます、すいません。ちょっとこれ以上ね、いっぱいレースを見るのはしんどいんで引退させます、すいません。本当は強い馬かもしれませんけどね、マジなやつもういないもうマジなやついない、ごめん、もうマジなやつはいませんでした。でマジなやつっていうのね、いませんでした、いなくなっちゃいました。で、こいつはまだ分からんのか。これもな、ゴールドフィンガーもな、能力値はいいんだけどな、引退だな、これも。馬刺しにはしないけどね、乗馬になってほしい。ということで、クマさんいらっしゃいませ。んで、これで、ある程度は準備できたか。結局これ間に合わんかったんか。あ、これはこれでいいんだ。で、サツキ。こいつ勝ってくれたらいいけどな。
勝ってくれたらいいけどな。行こう。香港ですね、次。マイルチャンピオンシップ。行きましょう。行きます、皆さん。これを制覇して。いや、ペロペロはすごいよ、そりゃ。ぶっといケツバイブが皐月賞に出ます。9番人気。逃げ切れるかな、これ。でも内枠だ。期待していいのかな、もしかしたら。ではちょっと行きましょう。多分ね、一緒に出る馬たちはダメ。これは見る。ぶっといケツバイブ、長距離なんだ。これ長距離版なんで逃げても大丈夫なはずですよ。なんとかなるはず。そうね、コスモバルクだよね。うん。さて、史実では大王メジャーが勝ったこの舞台、果たして大王メジャーか。桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。行きましょう。陣営の思惑通りの最内枠。今日はこの馬の大逃げが見られるか。ブッコイケツバイブ。G1 制覇、そこそこのサラブレッドらしい。カンパニー出てきましたよ。G1 の大舞台でさらに映えます。カンパニー。あ、そうなんだ。前走で敗れはしま、ぶっつけで参戦してき、鞍上は人気。この馬が今日の2番人気。コスモバルクも大人気。その走りに偶然としたその漆黒の馬体に前走の敗退を糧にして、なんとかの直線で豪快な追い込みが見られ続いて入場するのは、あ、初カレーもいるね。ファンの期待を背に走ります。まあ、まだ本格化はねしてないんで大丈夫でしょう。さあ、1番人気馬の登場です。北サンジェム。誰もが認めるところ。誰これ。ファンの支持に応えたいところです。北サンジェム。ちょっと待って待って、あれ何これ。北さんジェム、誰これ。え、北さんジェム、あれこれ。マジでサブちゃんの馬。マジか。この馬も虎視眈々と G1 制覇を狙い、いざ G1 の大舞台。大和メジャーですね。14番人気。マジか。いやー、ということで世界平和さんいらっしゃいませ。マジか、サブちゃんの馬が出てるの。さて、どうやら、北島三郎さんが、持っている馬が出てきましたよ。はい。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。さて、長山日曜10レース皐月賞芝 2000m 晴れ両馬場、今回はですね、ぶっといケツバイブ、こちらがね、一応長距離万能という距離適性を持っておりますんで、ちょっとね、成長型が遅めなんですが、ここを勝てばですね、一気に、こちらのクラシック戦線に出れるということになるんですけどね、どうなんでしょうか。いいですね。北さんが感銘なんだ。北島三郎さんってことね。なるほど。逃げ切れるかな。距離適性がね、万能長距離なんで、これを勝てばクラシック三冠目指せれるんじゃないでしょうか。前走に続いてここも連勝なるでしょうか。怖いですね。だいぶ長い、すごいばらけた感じのねバグになっております。逃げろ逃げろですよ。ほぼ平均ペース。いいですね。わからない。行きましょう。第3コーナーから第4コーナーに入ってまいりました。これを勝てばですね、兄弟らしいですよ。これを勝てば見れるはず。頼む。ボバ3冠を目指すためにはここで一つ G1 を勝っておきたい。行きましょう。ぶっといケツバイブは先頭をそのままキープ。後ろから何か来ている。逆噴射。エビナダンスが逆噴射。ちょっとハーツじゃん、勝ったの。ああ、ハーツくらい、わらわら。下馬評通り、華麗な逆噴射。ああ、無慈悲な逆噴射。ハーツくらい強すぎわろた、わらわら。ハーツくらい。大和メジャー、くっそ弱えよ。大和メジャー15着よ。和子残念ということで、1374万歳いらっしゃいませ。ケツ重いからということで、1375万歳いらっしゃいませ。何これ、何が起きたの。なんでなんだろう。デムーロじゃないのが響いた。わら。あーしかもダービーには喧嘩がいるぞー。ボーカルポイントなついな。いやまあこれは無理だな。ダメじゃー。わらわら。サブちゃんね。サブちゃん？ダメでしたね。
多分馬主が人気だったんで、それでかな。あ、そうか、キングカメハメハか。大王君臨とかね、誰だもん、あれだったっけ、実況だったっけ。あの実況はさすがに私もね知ってますよ。さて、マイルチャンピオンズマイル、こちら香港ですね。ブリンシバル使って放牧、了解。ちょっと待ってよ。でぶっといケツバイブはこのままじゃ出れないんで、これじゃ出れないんで、いや取ってない、有馬もジャパンカップも取れてない。何だったっけ、何かに出ろって言ってたな。何だったっけ、プリンシパル使って放牧、了解。で放牧できないね。このまま行くか。じゃあこのまま行くか。あ、わかりました。ご飯の方行ってらっしゃいませ。松さん行ってらっしゃいませ。コミュニティの参加ありがとうございます。あれは三宅さん。ああ、三宅さんのね、実況ね、嫌いって方も多いんですけど、私は好きなんですよね。いや、無理無理。放牧は無理なんで、これでいきます。っていうかね、このままじゃ出れないんですよ。このままじゃ出れないんで、ダービー。一勝しかしないんで、この馬。一勝で、皐月賞出たんで、この馬ね。なので、ちょっと確実に勝てる。休んでますよ。そうですね。和骨卿も楽しそうですね。ということで、1405万歳いらっしゃいませ。大逃げする ?1406 万歳いらっしゃいませ。一応強い馬なんだね。ああ、なるほどね。まあ、でもね、オープン戦の方が勝ちやすいから、こっちでいきます。すいません。青馬賞はね、ちょっと無理。無理無理。オープン戦じゃないと。青馬賞は G2 でしょ、確か。なのでオープンでいきます。そんなに強い、今そんなに強い感じじゃないんで、確実に勝って賞金を稼ぎたいんで、うん、よし。でその前にチャンピオンズマイルだ、行きましょう。これコースポ出てんのかな。あ、出た。ミキいないで賞金稼げますよ。いいですね。そんなに強い馬いないと思う。 G17 勝ん、海外、あ、 G19 勝、海外 G17 勝。今の青葉賞勝ちやすいよ。あ、本当に？じゃあ出るか、そっちで行く？よし、みんながそう言うならそうしましょう。青葉賞はどれだ、これか。で放牧する、一周放牧するか。了解、じゃあこれで行くね。でとりあえずこれでいいか。で行こう。2004年はホリエモン2歳だな、ということで、1412番歳いらっしゃいませ。距離的には大丈夫、長い方がいい、長距離なんだね。行きましょう。まずこちらを勝ってですね、安田記念に向けて帰ってきましょう。さて、相当ね連戦が続いてるんで、ちょっとねペロペロ、今はねちょっと疲れてるかもしれません。雨やや重ということで、これはね、10馬場に得意なペロペロにとってはいいかもしれません。行きましょう。いや、頼みます。ここは余裕だよ。本当だよね、余裕かな。でも強い馬もいるんでね、なんだかんだで出遅れたということで、1118番さんいらっしゃいませ。行きましょう。我々のペロペロがどんどん G1 を勝ってですね、 G110 勝まで行きたいですね。せめてね、オモババ一服の清涼剤。そうですね、オモババですよ。これね、オモババの方が得意なんでね、この馬はね。行きましょう。シャティンチャンピオンズマイル、芝 1600m、 雨やや重、行きましょう。監督ペロペロということで、1122万歳いらっしゃいませ。行きましょう。入党7。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞。漢字表記だとそうなるんでしょうかね。いよいよ発走です。恥ずかしいですね。さて、スタートダッシュはつきましたね。結構いいスタートを行きましたよ。決めました、決めました。今回はいいスタート切りましたよ。お、やや重じゃなかったらレースレコードも狙えたかもしれませんね。そうですね、世界のペロリストが凱旋となるんでしょうか。とりあえずここでガツンと一発勝って安田記念帰りたいですね。どうなんでしょうか。すぐ後ろにロッキーチャレント、その後ろからはイタリアンアスター、すぐ後ろにランドパフューム。さて、イタリアンストーが、あ、来ました。第3コーナーから第4コーナー大丈夫でしょうか。今のところ先頭は取ってないみたいですけどね、どうなんでしょうか。3頭並んでまいりました。さて、今1着は地区ベロベロ、ここから突き放しにかかるのか。これは強いかもしれない、この馬は強い。誰も来ない、誰も追いかけてこない。これが地区ベロベロの力か。なんだこの強さは、なんだこの強さは。
余裕ですよ。強すぎ。無慈悲な乳首剣山やりました。シャティンチャンピオンズマイル G1 芝 1600m、 雨やや重にもかかわらず、我々のペロペロはですね、世界の強豪を倒しました。ありがとうございます。ということでペロペロということで1155番さんいらっしゃいませ。ありがとうございます。ペロペロすごいですね。世界のなめだるまなんでしょうか。やりましたよ金田さん。これで、安田記念に勝てばアジアマイルチャレンジ完全制覇でしたね。アジアマイル王の座をかけた大一番でペロペロの力を最大限引き出してあげたいですね。ごめんとさんありがとうございます。いいですね。どこまで行っても舐めてやる。いいですね。イジリ監督、この今日の距離が合ってるって言ったらね、イジリ監督じゃないよ。オッケー。あとはサツキ賞か。じゃあサツキ賞さっき負けたわ。そうよ、思い出しました。思い出してちょっと悩みました今一瞬。まあいいや、まあ、勝ったんでよしとしましょう。うん。おドビュット行くでがやっと入球したね。ギルガメライトに出演するテロリスト、香港はやっぱ漢字表記にしてもらいたいね。行くよ。じゃあそうね、確かにね、そういうこだわりあっても面白いですけどね。それがペロちゃん。あこれあれだ、種付けだ。よし、イベントがある。それは皆さんの捉え方。あ、こんにちは。あ、いいですね。 G1 海外 G1 10勝きたきた。なになに、そういえばどうした。ドビュッと行くでは海外でも勝負できる実力の持ち主だと思いますよ。マジで。いい感じですね。ドビュッと行くでもやっぱ海外行ける器なんだ。あでもそういえばドビュッと行くでは海外登録してたよね確か。あ宝塚記念から、あ海外に行くんだ。了解。よし、これ遅めなんでね、遅めなんでこれからに期待ですよ。海外 G1 行こう、うん、そうですね、行きます行きますこれね。でペロペロは放牧一周、これちょっと見てみよう。あまだ明らかになってないところ多いね。よしよし、いいぞ。で、やらないといけないことは何だったっけ。そうそう、種付けだ。ちょっと皆さんね、ここから時間かかるかもしれません。申し訳ございません。種付けの方にはね、ちょっとね、少し時間かかるかもしれません。牝馬の海外 G1 です。お、登録した登録した。時間かけよう。いきます。母ちゃん許しては庭園オペラを。ものすごい時間かけます。ペロリズムタイム。いやものすごい時間かけない。おーしよしよし、いいぞいいぞ。 A の30、 A の30。男のロマン、じっくり行きましょう。種付けの時間だ。これね、距離適正がな増えたらな。エブロス、うん、そうそうそう。ちなみにホープスターで行くべきなのかな。これはわからない。どうだろうね。シャじゃない。くだらん。こんなことを私は言うために生主やってるんじゃないぞ。ゲーム実況主やってるんじゃないぞ。50万。安い馬しかいないな。これかな。ぜい、わらわら。どうしようかな。これでな、早めが生まれたらいいけどな。ぜい、爆発力ぜい。じゃない、爆発力ゼロ。 どうしようかな。これにするか、ランニングフリーにするか。爆発力大きいのはすごい有利。じゃあこっちにしようか。フォークスターでいく。うーん、でも距離適正がな、伸びればいいけどね。1600から3000とかが生まれたらいいんだけどね。まあいっか、これでいこう。よし。で、サムラゴーチ守るはすごいや。えなんとかなる、うん、いやいいんですよ、それはいいんですよ。50万でもいいんですよ全然そこは。で、あいいねいいね、2つついてる。ダートか。でもマジか。あーこれやっぱこれつけたくなるよね。でも晩成なんだよね。距離適正はいいんだけどね。うーん厳しいな。
おぐり。おぐり。もしかしてアップデートした？アップでした、アップでした。ということで、1505番さんいらっしゃいませ。アップで来ましたよ、しましたよ。来てたんだよ。すごいな、これ。やっぱし、因子が。テボドンはね、この、すごいんですよね、この因子が。これね、ボケ因子、貧血因子って言って、これ、つくんですけど、これが一番つくんですよね。結構つくんで、これはいいんですよね、テボドンね。でも、距離適性がね、狭いんで、これはつけれないんですよね。なので、こっちで行くか。そうなんですよ。シルバーホークはグラスワンダーの父親。ということで1507番さんいらっしゃいませ。そうなんですよね。やっぱこれが一番強い馬が生まれそうなんだけどな。スピードがな、つかないからな。行くかこれで。だけどホークスターよりは良さそうな気がする。距離適性がね、こっちの方がいいんでね。ただ万世なんですよね。働きにしようか。ここは自家産区なんだね。で、姉派建築。アップデでサブパラあんま上がらなくなったらしいからな。あ、そうなんですね。難しくなっちゃったんだ。なるほど、そういうことがあるんですね。距離適性は姉派建築は最強。そうなんだよな、姉派建築な、これな、姉派建築、これボバだったら最高だったのにな。んで、スピードワールド、何これ。ちょっといいね。いや、ちょっと待てよ、難しいな。あ、いいね、ロイヤルタッチ、これいいじゃん。何これ、いいじゃん、いいじゃん。サンデーサイレンス3区かよ。サンデーサイレンス3区か。まずいな。サンデーサイレンス3区の血を入れすぎるのは良くないんでね。行くか、しょうがないか。狙っていくか、一応しょうがない、行こう。サツキとダービー2着の馬だったかな。あ、そうなんだ、それはいいね。親のね、親を超える、いいじゃないですか。これ全然いいやつが出てこないな、これ。これなんでこうなった。アナルキャップまだなのかな。あ、そうなんだ。あ、そうなんですね。あ、じゃあ2着ずっと2着だったんだ。じゃあこれいいですね。その馬のね、子供がうちのコミュニティで走る、最高じゃないですか。ダンスインザダークはサンデーサイレンス3区だから、できればやめたい。ハンセル、ロサート、ダメだ、全部全部サンデーサイレンスだ。どんだけサンデーサイレンス強いんだ。お、いいじゃん、マンハッタンカフェ、サンデーサイレンスだ。和骨ということで、漢字の和骨ありがとうございます。1517番さんいらっしゃいませ。やばい、どこまで行ってもサンデーサイレンスがついてくる、恐ろしい。この時期はサンデー、オペラハウスかな。サンデーしかいない。そうですね、サンデーしかいないですね。繁殖に使えなくなるからな。そうなんですよ、厳しい、サンデーが多すぎる。お、来た、ワンリングフリー、これ行ってみるか。和ことおーということで、小手浜草いらっしゃいませ。マンハッタン、でマンハッタンカフェまたあれだよ。きついな、サンデーサイレンス3区なんだね。ゼロ細地おさむは大ことよ、今何年ですか。そうですね、わかりました。ということで1526万歳いらっしゃいません。今2003年かな、2004年か2003年。じゃあ一応ちょっと違う地入れるね。もう行った、行った、行ったよ。延長はしてる、大丈夫、あと2時間は延長できる、大丈夫。またそれが、あ、もうめ、オペラは延、あ、そうなの。ディープインパクトはもうそろそろ、ランニングフリーは渋いな。これ行きたいけどな。ゼロは3点入ってないから守護場でかなり使える。ラムタラは、うん、マルグラブは守護場の建物、そこら辺の馬はいるのかな。けれるようになるらしいよ、海外馬つけ。あ、そうなの、了解。謎のため、ちょっとやってみようか。
ちょっと待ってね。これあれでも死亡は施設最大にしたけど、ま、うん、ため息つけないで頑張れ監督ということで、よし再開しません。あ、そうなんだ。じゃあちょっと後で見てみよう。デヒア17、いいね。他はシンボリクリステス、マジか、これ夢があっていいね。シンボリクリステス、距離適正がちょっとダメか。でもこれいいね、これいいね。スタジオズブリがおるよ、ズブリだ、久々に見たぞズブリ。デヒアいいね、デヒア行くか。でもダートだからな、距離適正の問題がダメだ。働きたくないよ、つけたくなってしまう。 あなたの種は別にどうなんでしょうね、わかりませんけど。これ行くか、アグネスタキオン、タキオン行こうかな、タキオンつけようかな。ということで水彩いらっしゃいませ、ワゴズということで、ありがとうございます。ケンタロス、それはちょっと夢があるけどね、そういう想像ができる方は羨ましい、いいですね。ミホノブルボン、いいじゃん。あーでもつかないな。ヒュッパリンローレル、あーだからサクラローレルだよね、いないね、サクラローレルはいないね。この中にはサクラローレルは出てこない、いないね、いないみたいですけど。います、どこ、今いた、ヒュッパリンということで1548番さんいらっしゃいませ。どこどこ、どれ、いたよ、どれだ、どれどれ、ローレル遅めじゃなかった、アグネスタキオン、デヒアの欄にいる。あ、本当だ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、さっきいたよ、いいね、これでいくか。あ、でもこれもいいな、アグネスタキオンもいいな。でもこっちでいこうか、一応これでよし、零歳零歳だ、ローレルは、よしいいぞいいぞ。でもロ、いいね、でもローレル番宣だけど来ちゃったが早熟だから、なんとかしてほしいところ。負けたということで、髪の毛さんお帰りなさいませ。負けちゃいました、サクラ、あ、サクラじゃない、サツキ、負けちゃいました。アナールディック頼むぞ、ハーツくらい、いいね、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、いいね、いいねいいねいいね、嘘だどんどこどん、いいじゃん、コンハーツくらいのグラシックの年グラスいいね、グラスグラス行く、グラス行く、でも距離適性が柔軟性か、ハーツくらい、俺って喉のいなかったっけ、あ、ハーツくらいはね、グラス行こう、ブラッシングブルームの血は貴重、テボドン系か、テボドン系はあれ、オグリ、オグリ、オグリじゃん。ハーツか、さすがにメジャーじゃないか。マジで？グラスの方がいい？よし、じゃあグラスつけよう。よし、つけるぞ。よし、くそ。で、あ、レイブドスか。レイブドスか、アグネスタキオンやってみよう。アグネスタキオン、アグネスタキオン。どうどうどう？あ、え？アルブラブ、これなんだ？ちょ、全然爆発力2だけど。何これ？これ何が生まれるの？俺も種付けしたい。これ何が生まれるんだろう、実在馬、働きたくないように実在馬だ、守護馬が欲しいな、史実馬が生まれる、お守りか、これつけてみようかな、生まれる、やってみる、ちょっとこれなんだ、これだけはね、ちょっとこれもリアルでクロスしたい、わらわら、そんなことこの放送で言うんじゃない。レイブダムール行ってみる、まあレイブドダムール、レイブダムールつけてみようか、よし、つけてみよう。おー、いいね、レイブダムール生まれたらいいね。パイオ使いでは、まあ、この馬がね、あの3冠取ることがあったらちょっとまずいんであれなんですけど、あ、そうなんだ、了解。デイブディソールが、あの見たいだけなんだね、限らないね、そうなんだ。でマックインでダメだ、すいません、俺も家庭教師の教え子みたい、あ、いいね、来年タキオンだね、マックイーンいいんじゃない、爆発力もっと欲しい、いやちょっとダメだった、お、いいね、マックイーン、東海帝王、うっそ、東海帝王が出てきたよ、マジで、帝王いいな、つけよう、いやでもやっぱ柔軟だからマックイーンになっちゃうんだよね、ん、レーブ品系、そう、レーブ品系は作れるつもりなんですよ、できればこれにしようかな、じゃあ東海帝王、
あ、ありがとうございました。もう放送見ないのかなということで、1607番さん、おやすみなさいませ。お疲れ様です。お見合い配合か、帝王夢あるね。帝王の子、よし行こう。マックにしよう。お見合い出た。帝王いや、帝王で行く。でパイオ使い手とアナルキャップは海外に行こう。ギャンブルしましたよ。ということで1616番さん、いらっしゃいませ。ノミネーションセールで多分海外かなんとかなんのかな。あ、これうちにいるんだ。これで一株 OK で、よしで種付け、じゃあ上場リスト。スミレさんハスハス。スミレさんハスハスということで、あれこれうちいるの？これ海外の馬、本株売らないよ。で、あれこれ日本以外にはつけれないんだまだ。いない。そうなのか。いないじゃん。ないじゃん。あ、いるじゃん。いるじゃん。いるじゃん、出身。あ、レベル3になったような気もするんだけどな。あれ、そうか。本当だな。でも米国もいるよ。わからない。どこでつけるんだ。うん、本当だね。じゃあ帰ろう。もしかしたらイベントが必要とかかもね。レベル3じゃないとつけられない。そうなんだ。守護場施設さんじゃないとダメ。じゃあレベル3じゃないのか。ちょっと待てよ、見てみよう。守護場、あ、本当だ、できてないや。できてねえ。できてなかった、ごめんみんな。ごめん、できんかった、ごめんなさい。ということで守護施設さんじゃないとダメじゃんということで、1630番さんいらっしゃいませ。すいません、勘違いでした。勘違いオツでした。すいませんでした。ごめんごめんみんな、本当にごめん、うん、勘違いオツでした。すいませんでした。マジか。じゃあ3にしようか。知ってたんかい。いや、まあこれ別に、あ、これいけるね。あ、でちょっと待てよ、確か配置がなんとか、配置がなんとかとか言ってた。拡張じゃなくて配置、どうやるんだったっけ。これだ。で牧場スタッフ配置、陰茎はトラックが得意なのね。違うよ、ここじゃないよ。トラック、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 これ。よし、うちの息子を働かせよう。馬房を取っておいていいんじゃない。まあ馬房はこのまま1個にしときます。で陰茎はできる子じゃない、まだね、今から成長するでしょう。じゃあこれを一応3にしとくよ。よし、今守護場にしたよね。守護場施設だよね。 OK よね。これ3にしとけば OK。 これ3つにしよう。 OK。 これで海外の血も入れれるんだね。大きいボンドとは関係ないですよ。 OK。 よし、でこれで、まあ、とりあえず今年はつけないでおこう。うん、そうしよう。でそれはね、もう少し待って。イケメンになった、イケメンになった。多分人によってはイケメンって言わないかもしれないけど、イケメンになったと思いますよ。オッケー、了解。じゃあ次はそれね。了解。あ、本当ですか。お疲れ様です。1662番さん、お帰りなさいませ。徹夜の方ね、仕事をされてるたということで、お疲れ様でした。抜けたかもね、わかんない。ちょっと待てよ。ビジュアル系になったよ、わら。まあ、また多分出てくると思うんでね、そちら楽しみにしておいてください。ねえ。ペロペロ放牧中。これどうしようか。4歳でピーク、まあそうか、まあ一応放牧させておいて、これ間に合うかな。まあ行こう、次。ここまでのあらすじ簡単すぎ。そう、結構大変だったけどね。あ、一番人気じゃん。 OK。 でこれはダイジェスト。オロチマルみたいになりましたね。オロチマル知ってんだみんな。オロチマルってもともと何だったっけ、漫画手塚治虫さんの、どん兵衛じゃなくてどん兵衛だったっけ。そうですね、今チクビペロペロがあのアジアマイル完全制覇大手ですよ。そうですね、結構好きな方多いですね。スミレさん、朝比奈スミナって言うんですよ。これはダービー期待ですね。
あ、これ強ない、あれ強い強い、これはいけるかもしれん。マジか、ぶっといケツバイブらしいですよ。運号には谷付けしてない、今年はしない。うん、強いですね、これは楽しみだ。うん、ダービーありえますね。よしよし、エルコンドルパサの子供なんだね。そうですね、残念でした。相手は金亀、いいですね。タイム遅い、そうですね、金亀ですね。あ、そうなんだ、タイム遅いんだ。大王に勝てるか、そういやダービー、いや、わからない、それは無理かもしれない。鈴鹿マンボに勝ってた、ないないない、ないと思う。ダービーは取ったことないような気がする。ちょっと確認してみる、いろいろと。お、花見だ。こいつ結局衣装変わらないんだな、ずっと。頼むよ、できればね。私の家の中ぐらいその格好はやめてほしいんだけどな。なんでなんだろうね、こんな格好してほしくないな、本当は。ねえ、私もそう思います。できればね、ここまでこだわって作ってるんであれば衣装も変えてほしかったですね。ねえ、ほんとそれマジで、うん、ずっとこの格好よ。私は最初ね、エプロンですよ皆さんって言ってましたけどね、もうさすがにこれはエプロンじゃない。あ、変わりましたよ、変わります、変わりますよ、季節ごとに変わりますよ。またこの子はどうしてあの秘書の方ですよね。知らん、そういうプレイなの。うん、まあいいや。で、さっきなんか誰か言ってたな。ちょ待てよ、そうか、何に勝ったかか。で、記録だ。バレットプレイってどういうプレイ。そうですね、師匠の、あの、ん、いや、わからん、いや、私もそんなのやったことないし興味がないからわからないけど、今のところさつき、ダービーは取ってませんね。菊花賞は実は取ってますね、一回ね。確かね、最初に勝った馬がさつき賞と菊花賞を取ったんだったかな、違ったかな、なんかそんな感じだったような気がします。で、なんだこいつはみたいなこと言ってたような。え、違うな、菊花賞、あ、そうか、2冠は達成したのかな。あ、そういうことになるんでしょうかね、将来的にね。まだね、そうなのかな、わからない、ちょっとわからない、そこら辺はどうなんだろう。ドクタースパートかな、最初なんか C2 マン1等台変えるんですよね。そうそう、有馬取ってない、